へいよーケンツメッシ、実際今日もね、今日がやっていくんですけど、トロフィー若干落ちいのって感じですね。6183、145とかして56位ですね。で、昨日、どこだっけなー、ここか。この試合、なんだっけな、グローバル1位抜かされて、グローバル3位ぐらいだったんで、一戦行って感じで、抜かそうと思って、これが当たったんですけど、負けてマイナス45取られたっていうのがサムネです。で、そこから勝って17もらって、28かけてマイナス40のマイナス25のマイナス24ですね。で、このメガナイトラムは、前の動画でも勝ってて、ドロー1行ってて、割とこれは勝てるかな。だから惜しかったし、やらかしたなって感じでしたね。で、このペッカラムは、終始相手に、でもこれも惜しかったな、確か。で、このメガナイトラムは、終始相手に圧倒されて終わったかなって感じ。で、このロイジェイは基本勝てるんで、まあ、これは完全に、なんだろう、プレイが沼ってたかなって甘さ。で、ジャックタだって、すげえいい感じに進んでたんだけど、途中からはポイズン削りだけでよかったんだけど、なんか、ラムで削ろうとして、全部守られてって感じだったんで、まあ、ここら辺もなんか、ちょっと雑になってたかなって感じでいきます。で、昨日、1位、6328かなのトロフィーから、45引かれて、17もらって、40引かれて、28引かれてとか。3勝、1勝3敗なんだけど、98吸われたって感じになります。で、98吸われて、すげえ俺がっかりしてたんだけど、グローバル16位だぐらいだったの、その時も。だからなんか、めっちゃオートロ抜かれて、気分萎えてる割には、こう世界16位っていうところにいて、あ、なんか成長したなっていうのを感じましたね。これをしたと当たっていく。まあそんな感じで、なんかいつもより高い位置で自分を高めようとしてるなと思ってるので、まあ成長したら証かなといった感じで、今日は生マルチやっていきます。で、そうだね、ラム神器な、このデッキね、やっぱね、難しいっすね。俺は結構ずっと使ってたんで、熟練度がものを言ってるって部分もあったんですけど、なんか一手でもミスるとやっぱりミス、負けちゃうねっていうところで、相当脆いデッキになってますね。こんな感じで、よいしょ。相手はプリンス神器かな。で、このインドラのカウンターが一応できてて、まあ、エゴリ削りかな。プリンス型なんで、ここランバー、相手受け的にも工場だと思うんで、まあ、ケツから合わせって感じかな、最初は。インドラ出して、逆サイに工場かな。受けて、なんかね、ラムメガナイトとラムペッカって、こっちがラムで攻めたら、なんだろうな、こっちがラムで攻めたら、相手はラムで守ることもできるし、メガナイトでも守れるってところが、ちょっとね、辛かったっすね。ああ、それ消してほしかった。よいしょ。まあ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 。で、この相手の結構相性きついんですけど、言うとり勝ってるんで、勝ちてえけど、この今の沼ってる時こそ集中ですね。マスケにポイズン打ち続けたいかな。攻めるとしたらここやな。はいはい、しっかり守られていく。で、受けて、OK、ダメージ入る。ナイス、ナイス処理。マスケか？ポイズンで消して、まあ、ガゴとかそういう系だよな。
あ、左のマスケのコットンも痛かったね。マッチインドラ多分マスケとか出てくるだろうな。あー入るか。でもここ5打ったんでぶっぱタイム。でまあエリクサー使わせてるって感じかな。でこれ1回待ちだな。ダメージ入るんだけど、このカウンターがやばいな。あーうーん、勝てる相手、勝てる相手。うわー、これで3つなのか。いてててててて。まあ、気にせず行きましょう。そうだなー、なんだろうなー、言うていつも接戦で勝ってる相手なんですよね、ああいうデッキって。で、やっぱりこう、今何かが自分の中で崩れてるかなって感じですね。まあでもシーズン、その、グローバル1行ったのも、シーズン中盤だし、沼ってるのもシーズン中盤で、前シーズンもね、最終日に240上げて、一桁フィニッシュしてるんで、言うて最終日までに調整するっていうのがあれなんで、気にせずガンガンいきましょうか。で、記録として、この今の自分のプレイを残しておきたいですね。多分甘さしかないんで、何が原因なんだろう。多分、とりあえず10入りになったらなんかユニット出しちゃったりとか、相手のユニット見てからしか反応しないとか、そういう系だと思うんだよね。読みをもっと決めれてないんで、あとは多分細かいところかな。そのプリンスをランバーで受けるときも、アイゴレでしっかりと駆け取ってからって感じのが欲しいんで、甘さが、と目立ってますね。であとこうやってユニットのタイミング被っちゃうとかね、その沼ってこう蓄積していくんだよ。いいでしょ。ロギババ、うん、ペッカメガ、ペッカラムかな。言うて一発入るな。で、雪玉使ってくれたんで、コウモリ出して、ロリババまで出して、エレキを進めましょうか。で、ラム出してもカウンターもらわれるだけなんで、ランバー出して、ペッカがラムを誘いたい。メガナイト OK。インドラ受けからだな。で、エレキ切った後なんで、ここは大丈夫と。ここでさ、さては、アイゴレ出さずに、ラムで受けてカウンターしてもいい説もあるけど、でもラムがいいんだよな、相手。だから難しい。ここでラム出したら 100% 守られちゃうんで。惜しい。メガナイトがきついな、これ、始まりの。で、処理してあげて。ちょっと全体的に残っちゃってるな。ジェレキー、オッケー消した。
守れてはいる。これ受けたくねえな。で、その全員メガナイトってこうやってケツメガナイトが来るからどう崩そうかなと思って、これを悩みなんですよね。それが最近の、とりあえずここ消してあげて、こうやって受けるんだけど、前撃とかメガナイトで抑えられるわけよね、これを。普通にやったら言うて引き分けな気する。このランバーとかがな、全部これに消されるのがマジでいて、これ消してあげて、あぶねえ。いい防衛なんだけど、これ引き上げ狙いなんかな。でもこれ終盤増えたらマジでめんどくさいよな。これ逆サイドいけねえんだよな。エレキもいるし、つらいな正直。ラム出すしかないでしょ。でここケツラムされたらしんどいし、ポイズンかかってるね。でここをどう守るかってとこではある。一発よ。でチャンスなんだけど、ここをエレキで守られちゃうよな。だから難しい、マジで。どうしようかな、これ逆サイいけねえの、マジでしんどい。相手としては多分もうこっから呪文削ぎしたいと思うんですけど、エリック入っちゃうんで、物量どうすか。でもさ、これさ、絶対メガナイトで受けてさ、持ってかれるよな。待って、これ引き気にしますわ。オッケー、ラムだよな。あ、入る。いやー残り1秒。うわ、これこの間のされたな。残り1秒で負けんの痛ぇー。まあまあ、まあ、座れるとろはともかく、っていう、ここら辺のね、ちょっとラスト行くんですけど、ここら辺のデッキへの立ち回りがちょっと難しくて、あとある、ラムライダーの高回転ラムに強いデッキって何ですかっていうのも結構聞かれてたんで、まさしく今俺の相手が使ってるデッキですかね。どうだろう、なんか前はゴレとラバとロイジャイばっかだったんですけど、今ちょっとメガネトラムとここら辺が多いかな。今の相手みたいなデッキがマジでちょっと増えてきてて、高回転ラムがちょっと死にかけてるかなっていうのはありますね。どうなんだろう、難しい。ヤスラが何のデッキを狩るためにあのデッキを使ってるのかっていうのがちょっと疑問。やべ、めっちゃ取る、低い。疑問なんですよね。なんだろうな。俺のこのデッキがめっちゃ流行ってたら、このデッキを潰すのにはちょうどいいと思うんですけど、何をメタっていうのか分かんないですね、メガナイトラムが。なんだろう。ユーテラバもそんないないしな、今は。何デッキ？めっちゃババ残ってる。ケラか。ババちゃんが痛いね。ババ咲いたんで、なんか刺さるだろうというラムで。やば。いけー。呪文打つ？いや、なめね、OK。ランバー追加だったの、今の。今の相手、ゼロエギなんで、ランバー追加できた。
まあ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 、なんだろう、落ち込みとかはないですかね。正直負けがかさんで落ち込みとかはないんですけど、どうやって倒そうかなーっていうことしか考えてない。インドラ出して多分後ろアーチャーとかで受けてくる感じがするので、ここはカウンターで持ってきたい。あれをこれで処理したい。無理か。無理な場合はもうランバーでとか走行で逆サイドアイゴルバック美味しいね。ランバーらしいの。まあ、ポイズンをこの端前に貼っちゃえば全部止まるかなって感じがする。ババがだりいね。インドラ出して右をラムランバーで消す感じでいきましょうか。溶かしてここドリババでコウモリで相手に穴目を打たせたい。 OK。シャミが出そう。いいラムで、これあと右守るだけでいいんで、攻めながら行きたいね。よいしょ、攻めすぎた埋葬つけが来る。ここ攻めの手を緩めちゃあかんやつですね。よいしょ、オッケー。まあ今のはスケが出せないって形もあれなんですけど、まあまあまあ動画的に一緒があったらいいですけど、まあね、ちょっとなんだろう、この相手のデッキがね、きちいメガナイトラムと、このマスケ神器は正直勝てる相性で、この入力もそう見ると可愛くて、このロイジャーは絶対勝たないといけない、このメガネドラム系はちょっと強いって感じで、なんでしょうね。なんでこれが流行してんのかよくわかんないけど、デッキすごくね、ウルトラばっか、やばくね、これってさ、昨日のやつも。ウルトラレアってやっぱ偉大っすね。ウルトラメガナイトって名前とかだかな、これ。ちょっとパクっとこう。練習しようかな、ウルトラメガナイト。どうしよう。高回転ラムは多分、本当に世界でも上位レベルでうまいんですよ。それはまあ、使用者もそうだし、なんとなくやってる感じでわかるし、ミラー対決とかでわかるんだけど、メガナイトラムか。どうしようかな。ワンチャンこれに転身もありだけど、何に強いのかっていうのがすごく疑問。なんだろう、何を狩るためにメガナイトラムが流行ってるのかわかんないっすね、マジで。ラム人にもそんなにいないしな。で、ゴレとか狩るならこっちの方が強いんですよ、圧倒的に。高回転の方が強くて、これもゴレに強いかもしれないけど、プリンスちょっときつそうだしな。迫撃とかそれこそしんどそうだし、謎が深まる一方ですね。ということで、ちょっとまあ、沼っちまって、剣2大丈夫かって思ってるかもしれないですけど、前シーズン見たく、最後踏ん張れるように挑戦しておきます。ということで、この剣2の頑張りに同情してくれる方は、高評価、チャンネル登録お願いします。では、おつめし。